あやご飯食べる前にいただきます。哟吼，快要端午节啦！这是山本先生第一次在台湾过端午，所以我妈啊，台湾阿妈特地去买了粽子，她说：“哎，给你们拍片啊，然后给山本先生吃吃看，超多粽子的哦。”我来介绍一下。我发现北部粽跟五谷粽啊长得有点像，我记得这个颜色应该是北部粽，那这个呢就是五谷杂粮粽的样子，等一下打开看就知道了。那这个呢是南部粽，最后一个小的呢就是鸡掌，那里面是包红豆，是甜的。其实还有蛮多种口味的啦，我就只有挑这四个比较代表性、比较常会去买的。那现在粽子啊一颗已经要到60块，超贵的耶。但是我的那个鸡掌减重啊，就只有30块而已，蛮便宜的。那我们先从咸的开始吃，我们先从北部粽好了。南部ちまきね。中身はどう違う？ちょっと違う。これは北方面のちまき。開けましょうか。那我们来看一下，这是北部粽，也是我最喜欢，比较传统。怎么讲？是传统吗？因为我一直住在北部，吃北部粽长大的。嗯，超香的，我就是蛮喜欢北部粽的味道。一颗哦，60块啊。其实啊，粽子啊，我很喜欢，但是我也蛮喜欢吃油饭的，因为粽子比较贵嘛，然后还要包花生跟肉。那今天除了吃粽子之外呢，还有一个神秘的东西，これわかるでしょう？食べたら甘い辛いやつ。天辣椒。そうそうそう。这个啊，加上去超棒的。山本先生好像有吃过一次吧，他觉得很棒。かけるよ。好，加一点好，不要太多。先让山本先生吃吃看好了。阿香其实也可以让他吃吃看，但他不能吃太多啦，怕对消化不是很好。豆豆，没有搞错，这个是北部粽没错。おいしい。本当。好吃好吃。寿司いいよな。おいしいね。ママ。食べたい？食べたい。那甜辣酱加下去真的是完美。那我拿没有沾到甜辣酱的东西啊，让阿香试试看。嗯。食べたい。はい。どうぞ。いろいろ種類の中で。これ大好き。まあでも分かる。おいしいもん本当に。そう、おいしい。うん。里面呢有包花生，但我妈买的这家没有包蛋黄，所以我妈一直说没有包蛋黄怎么还卖这么贵咧？就是这样，北部的物价。哎，可惜。可惜呀呀。可惜。阿香也认证，好吃。第二个呢，要开的是南部粽。これ南の方のちまきね。作り方も違う。食べたら多分わかると思う。嗯。北方面のちまき全然違いますよ。そうなの？南部粽呢，我没有说不喜欢呐，但是我因为吃北部粽习惯了，所以南部粽就是感觉没有那么爱。那也可以来试试看。那南部粽我觉得感觉就是一个味道。而且它米饭啊，因为做法不一样，我觉得它米饭没有粒粒分明。这颗南部粽啊，超多花生的。嘿，那我们一样的是加甜辣酱。他们先生说加了甜辣酱真的超好吃，这次加多一点。ちょっとかかりすぎじゃない？そう。残ったらね、どこか使うかわからない。哦。我先来试试看哦。南部粽就是蛮黏的啦，所以老实说我不大喜欢呢，但是可以吃哦。试试看。嗯。これも中身はピーナッツが入ってる。そう、ピーナッツ。多分お肉も入ってるよ。いまいちね。え、そうなの？じゃあ個人的に北方面のちまき好きね。ダメ。那你アヤも食べたい？甜辣酱。でもそうそう。食べたい。いや、甜辣酱いっぱいかけたから。ごめんなさい。はい。あ。食べたらすぐわかるよ。全然違います。食べたい。うん。うん？あやこれ食べてください。はい、あやのご飯。と全然違いますよね。もち米がなんか細い。うん、もち米多分一緒と思う。作り方違うね。しかもピーナッツいっぱい入ってる。个人是不大喜欢吃那么多花生，他家好多花生哦。今一つは60元。哦。そう、そんなに安くはないけど。后面のちまきよりどう？北方面のちまきの方が美味しいと思います。
私と一緒だ。第三个呢要来开这个五谷粽，五谷杂粮粽，这个呢完全就是我妈的个人喜爱，我好像没吃过吧。它有加紫米耶，这个是完全是走健康取向的。那加甜辣酱之前让阿香吃一点，他刚刚一直在嚼这个五谷杂粮，也不能让他吃太多。嗯，少しあやにあげようか。嗯，消化し悪いからちょっと心配。あ、あ、これ多分あの何、お肉全部入ってないなんか、ベジタリアン？あ、ベジタリアン、わかんないね。味道跟一般的北部粽不一样。总而言之，先加甜辣酱，好像什么东西加了甜辣酱都会变好吃。一杯かけましょう。かけすぎだよ、それは。ごめんごめん。それ甜辣酱の味しかしないんでしょ。ごめんごめん、かけすぎる。好，我来吃了哦。啊，这个感觉有点像是素食哦，因为没有看到肉。嗯，会不会是素食啊？感觉是素食，然后非常多的豆豆，不过是好吃的啦。它至少米饭是粒粒分明，不像南部粽有一点全部都是黏在一起，软软的这样。我都管奶了，嗯，可能你肉酱奶多么呢？又刮干奶。さっきのお肉じゃない。大豆だろ。うん。これ食べたらすぐわかる。へえ。なるほどなるほど。嗯，我觉得这个有市场。阿香啊，不要敲啦。嗯，咚咚咚，不要敲。只得咚咚咚する。哎，我再吃一口，我觉得这个蛮可以的。でもこれはこれで美味しいよ。よ、よくできてると思う。そう。嗯。最后一颗呢叫鸡掌，然后里面是加红豆。これね、甘いちまき。甘いちまき。そう、マカ。中は、小豆。ほう。これみんなそのまま食べる人いるし、でもあの、砂糖と枫蓮果糖、かけて食べてる人もいる。おはぎみたいな感じ。おはぎかもしれないな。特別問過我媽、這個雞掌好像有加碱粉吗？然后我又拿去冰箱冰，所以只没带呢。そうそう、美味しいと思う。あ、本当だ。そう。鸡掌。因为我没有买枫蓮果糖，所以我就直接加糖。砂糖ね。つける。うん、つけて食べようか。嗯，鸡掌是我妈的最爱，我本人也还好，最多就是吃一颗。但我一定要吃有包红豆的，因为我觉得什么都没有包太奇怪了。我来让三本先生吃吃看。给我吃个点点。嗯，我很久没吃了，我觉得好吃，是甜点的一种。これ食べたい。食べたい。これやめた方がいいかな。食べたい。これそんなに体に良くないと思う。食べたい。餃子食べてください。どうですか？甘いやつ。口の中が甜辣醤だらけやから、これ食べたらちょっと落ち着く。本当？食べられる？食べられる。好き？好きかどうかと聞かれたら、一番最初のちまきが好き。食べたい。ああ、北方面のちまき。我再吃一口。久しぶり食べるから美味しい。食べたい。而且红豆不会太甜呢，你觉得 OK？ 全部吃完了，四种，どうですか？四種類。一番好きはどれですか？北方面、南方面、あと雑穀米と甘いやつ。一番好きで聞かれたら確かに北方面なんだけど、ただこんな味の違いがあるちまきっていうのはちょっと初めてやったから。なんかちまきって僕正直どれも同じようなもんだと思って。本当，三本先生跟我差不多啦，我就很喜欢北部粽。然后第二个我可能会选那个甜的红豆的鸡掌，我觉得它算是我的第二名，就吃完咸的再吃甜的，就是刚好综合。那今天的影片就到这边，谢谢大家观看。今天我们就是拍让三本先生第一次在台湾，然后吃一些其他种类的粽子。那谢谢大家收看，我们下次见。很配合耶，耶耶。
バイバイ。ちまき4つも食べたらお腹いっぱいになるね。そうな。